はい、ということで IFM の心霊巡業の時間がやってきました。でですね、今回来た場所、八王子第二トンネルという場所になっております。ですね、八王子第二トンネルというのは、あの八王子でも怖いトンネルが3つあるんですね。 1,2,3 と。で、その中でも一番チャッチーのが3で、次に、怖いのが2、一番怖いのは1番らしいです。で、今回は、まあ、標準とノーマルの八王子第二に参りました。八王子第二トンネルとはどんな場所なんですか？具体的な噂は特にありません。あらトンネル付近にある、まあ、廃れた建物があるような噂が出ているんですが、すごく危険な場所らしいです。それはこのトンネルに出る幽霊が近くにある心霊スポットの同僚堂跡と関係しているとも言われております。以上です。はい、かしこまりました。八王子第二トンネル行ってみましょう。このフェンスに囲まれてるところがあるのかもね、廃墟が。廃墟、ちょっとこっちの明るい方を一回行ってからそっち隣行ってみよう。はい、八王子2トンネルですね。行ってみましょう。警察官巡回中らしいですね。めちゃくちゃ寒い。カルバートです。導水トイがありますね。いや、寒すぎ。その地上のトンネルはね、入り口と出口があるから風の吹きさらしがえぐいんですよ。地下にあるトンネルは出口入り口が遠いんであったかいんですよ。もうね、地上寒すぎ。はい、トンネルは至って短く 100m ぐらいかな。火打ちっぽいですね。いや、なんか続いてんのかな。続いてはいたんだと思う。ガードレールあるし。あ、いけないやつ。いけそうなので行ってみますか。道路のバンがない分高く見えるね、天井が。でもね、わざわざこういうさ、トンネル上下線で作ってたってことはそれなりの需要があったはずなんだけどな。なんでやめちゃったんだろうね。漏水箇所がありません。導水トイの真上が、導水トイの真上が漏水しております。暗闇で反対側まで戻りましょう。はい、ということで暗闇タイム終了となります。1分間ぐらいですね。はい、ということでね、八王子第二トンネル行ってまいりましたが、特段何もなく、まあただね、綺麗なカルバートのトンネルでした。トンネルが好きな人とかカルバートが好きな人はぜひ見てはどうでしょうか。ではまた次回の心霊巡業の場所でお会いいたしましょう。バイバイ。